東大都大武太公から何者をお静まりくださいませ。さて、私のような不格好者の皆様が頼り一段たことにご覧をおもりまして、何か工場の真似事をするそうでございまする。東朝比叡神社さゆりやかままらいを下がりとし、さて六道寺のお祭りの中で平成の時代が終わり、いよいよ令和新時代と舞い込みまして、初の六道寺での恩賀花舞い込みまする。この浜谷家本日舞い込みますれば、この度北村哲也君の2人目の男の子が誕生したそうです。さてと、花の御礼に何か一言申そうなら、1月ことふく九時草、2月咲くのは梅の花、3月桜に志賀通寺、5月は嫁か柿つまた、6月ボタンに申しや。さてと、子供さんのお名前ご披露。パパ、はい、辰野パパ、はい、子供さんの名前どういうの。北村風磨です。長いこの昔から、ここ六道寺師匠獅子のお下がりの獅子に頭を噛まれますと、無病息災、家族延命、不祥事と言われ続けて何百年。さてと、ここで一つご披露いたしまする。パパとママと息子さん、下前へどうぞどうぞ。頭マイクは連れてこ、あ、上のお兄ちゃんもみんなや。さあ、看板つけよ、看板つけよ。はい、頭がそうしてるんだ。次の子。はい、パパもママも一緒だ。あんたが。ここでもう一つついでに。夫婦円満を願いまして、哲也、前舞い子、はい、哲也舞い子、これからも夫婦円満願いまして、パパ悪いことせんように、ちょっと待って、ガッチンコロコンコロコンコロコン。さてと、あんまり下手な工場はここらでちょいと止め置きまして、もう黒く一つ御酒満車、金水山と積んで立山の落とし、御酒の日本海にいるだけ、右は人気へとありまして、高岡市下牧の北村智明様、浜谷健一様、そしてよいしょ、北村哲也様、浜谷幸人様、北村健太様、もう一つ浜谷幸人様、そして浜谷一生様より、あ、yeah.
Thank you.
ー